はいどうも皆さんこんにちはこんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアやっていこうと思います。はい、ということでですね、えー、今回はね、えー、ちょっと真面目な動画になるんですけれども、えー、2日前にね、あげた動画、まあ、こんがり破産しましたっていうね、えー、動画があるんですが、あの時はね、2万公演しかなかったんですけれども、その2日後に、 えなんと200万公演まで持ってしまってるってことで、えー、これにはですね、まあ、公式ディスコードやえ YouTube のコメント欄の方で、えー、一部の方がですねこれこんがり劇場じゃねえかということでねもうやらせだったのではないかというね、えー、疑惑が出てしまっていて、えー、実はこんがり裏でね、えー、テレビ局フリーにしてる説とかも結構ねあの流れていて僕がねビジネス全視者として活動しているっていうね 噂まで流れ始めましたので、この件について、今回ね、私、こんがりの方から、ちょっとね、真実をお話ししようかなと思って、この動画をね、撮っております。結論から言うと、奇跡が起きました。それ以外にですね、答える言葉はなくて、僕がですね、2日前にね、破産動画を上げたんですけれども、その日にね、実は公式生放送があって、 でそこでですね、えーまあ、僕もね、200万公演稼げるとは思ってなかったんですよ、正直。ただ、えー、奇跡が起きて、まあ、200万公演ね、えー、稼ぐことに成功して、でさらにね、えー、昨日の動画でもあったんですけど、まあ、僕がね、えー、2試合で、えー、100万公演を稼ぐっていう、まあ、計300万公演ね、えー、稼いでるんですよ。まあでも200万公演しかないのは、まあ、謎なんですが、えー、100万どこ行ったんでしょうね。はい、まあ、僕からすると、 あと100万ね、ないとおかしいことになるんですけど、まあ玉台とか、まああとは防具台とか、まあいろいろね、えー、消えてったんでしょう。まあ真実はね、えー、非常にシンプルで、ただ単に奇跡が起きたと、えー、もうこれ以外ですね、あの、答えようがないんです、本当に。まあ公式生放送がね、あることすら、まあ僕忘れてましたので、まあそもそもね、えー、10月6日に出した動画は、あれ、10月4日か5日の出来事だったと思いますので、 1>, まあ1日金作してね、えー、50万公演からスタートした僕ですが、えー、まあ生放送で200万稼いで、まあ、昨日ね出した動画でも100万稼いで、えー、まあ今こんな状態になってるんですけれども、この現象に僕自身が一番驚いてるというか、まあ、そりゃそう言われても仕方がないよなって、えー、まあ、やらせ疑惑とかね、 まあビジネス全ロス者と言われても、まあ、もう仕方がないのかなとそう思うのは、まあ、その人たちの勝手ですから、まあ、僕もね YouTube に動画を投稿する以上、まあ、全ての人にね、えーまあ、あの真実を伝えるのは難しいと思ってますしまあそうやってね、えー、いろんな憶測が飛び交うのも、まあ、仕方のないことだと僕はですね、まあ、YouTube っていうのはあの自由な場所であるべきだと思っていますので、えー、特にね、えー、コメントのルールとかも設けてないし まああの自由にですね発言していただいてただまあ強い言葉には、えー、責任が伴うというかまああまり強い言葉を吐くなよ弱く見えるぞってね僕自身は思ってるんですけれどもまああの皆さんねあのこれからも僕のコメント欄やまあディスコードでね、えー、僕の正体について、まあ、自由に考察していただいて、まあ、僕のね真の正体について、まあ、迫るものがね、えー、出てきたら嬉しいなとか思ったり思わなかったりってことで え、まあそんな感じですね。まあ流れってあるからさ、今ね、結構あの、不合の流れが来てるんですよ。僕史上ね、えー、最大限にあの、稼げてますので、200万公演貯まったのなんてさ、1年ぶりぐらいじゃないかな。マジで。ちょっと見返してみてほしいです。この1年間分の動画を。多分ね、1年前ぐらいに200万公演ね、貯めたのが最高だと思うんですよ。それ以上僕貯まったことがないので、 えーここからですね、どこまで貯められるのか、まあ、1000万、えー、さらには1億、いや、3億ぐらい、もしかしたら、貯まるかもしれません。その暁にはですね、こんがりヒルズを建てて、で、まあ、株式会社、コンガも作って、まあ、全ロス王子として活動していきたいと思っております。皆さんね、ここからね、えー、全ロス逆転物語が始まっていきますので、ぜひ、えー、そのね、大ドンデン返し、えー、最後の結末を見逃すなってことで、 えー応援引き続きよろしくお願いします。ってことで、えー、本日はですね、作ってきました、あの、生放送で使う予定だったやつ、ってことで、えー、これね、生放送用に用意してたんですが、まあ、あの、蓋を開けてみればね、えー、僕がキャリーされるだけっていう、えー、史上最悪のですね、あのー、放送事故起きてしまいましたので、まあ、今回はね、ノ、え、ラ、ー、マッチして、まあ、僕がですね、ノラをキャリーしていこうかなと思います。基本セタス、 垂直87の水平57、ゴのみが45で、精度が5ミ、えー、腰ダメ射撃74の有効射程102ってことでですね、ま、ああの、生放送ね、かなりの人数いらっしゃいましたから、僕を含めて9名ですか、まあ、僕もですね、あの、生放送でね、ずっと喋り散らかすわけにはいかなくて、まあ、大人の事情とかもあって、まあ、結構その僕もね、控えめに喋ってたんですけれども、 一言もね、途切れずに、喋り散らかしたらよかったかなって、もう他の人会話に入ってこれないみたいな、まあ、そういったやつでもね、よかったんじゃないかなとか思ったりしましたね。はい。まあ、あのー、普段の生放送とは、まあ、全然違ったね、えー、僕の姿が見れたかとは思うんですけれども、まあ、しょうがないですよ。大人数相手は本当にやりにくい。僕もね、あの、コミュョですので、初めての方々とはね、やっぱ、やりづらいというか、まあ、あのー、普通に壁作っちゃうんで、はい。 人と人の間に壁を挟むんですよ、僕結構。で、まあ、何回かやったら、ようやく壁がね、えー、打ち解けるみたいな、まあ、そんな感じなので、まあ、これを機にね、アリブレナイトで、えー、共演した方々と、まあ、コラボのね、生放送だったり、まあ、動画だったりね、撮れるものはね、えー、撮っていきたいと思ってますので、ま、えー、またね、その時に、まあ、空のね、えー、破った僕を見せれるんじゃないかなって思ってます。 といてことでですね、早速射撃場の方にやってまいりました。まずはね、ノンリコイル、ブルーこんな感じ。はい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 。まあいつも通りの MDR ですね。うん。すいません、しゃっくりが出たんで、もう一回ね、リコイルバージョン始めます。最近さ、しゃっくりがね、出るんですよ。 ついにね、横隔膜全ロスした可能性があって、ちょっとマジでね、体調が良くないっていうか、まあ、喉の調子も良くないしさ、まあ、横隔膜の調子が、マジでまずい。5頭部に対してこんだけさ、キル速出るのは、いいよね。いや、MDR いいよ、本当に。A1 弾で事足りるっていう寸法さ。これ今 A1 弾ですからね、うん、まあ、最近ね、価格高騰し始めてる A1 弾なんですけど、まあ、僕は A1 弾を信じてね、 えー、これからもやっていこうと思います。安いんで。まあ、M995 使ってやってもいいけど、200万あるから。まあ、でも金を使ってですね、ただね、ひっぱたいてるだけじゃ、このメンタルブレイクアウトのね、真髄に触れることできませんので、えー、今回はね、A1 弾を使って敵をね、プチ、ご6録していこうと思います。はい、ということでですね、秒速9センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。ってことで、おっと、まさかの MDR2 機、やってきたー いやー、これね、海外の方がやっぱ MDR って使ってるイメージなんですよね。日本の方々は MDR より AUG を使っているね、イメージが僕の中ではね、えー、かなり高いんですが、まあ皆さんね、どうでしょうか。僕からするとね、まあ見た目も色も同じなので、まあどっちでもいいんですけれども、えー、まあとりあえずね、警告封鎖やっていきましょう。うわ、なんか、めちゃめちゃ親近感感じるこの2番さん。バックすら同じだぞ。で、MDR さ、それさ、 100連マガジンか。おい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 。MDR の時代無事に始まってんな。いや、100連 MDR は、さすがにですね、ロマンの塊。ちょっと2番さんとですね、しっかりね、敵をしばきに行きたいと思います。今日実はですね、あの、敗者に僕行かないといけなくて、まあ僕今ね、週2でね、敗者に通ってるんですよ。実は、メンタルブレイクじゃなくて、デンタルブレイクしちゃってるんだよね。マジで。 ちょっとめちゃめちゃめんどくさいね、歯の治療を今行ってる最中なので、えー、だいぶですね、まあ、時間がないといえば、時間がないんですよ、本当に。こんなね、メンタルブレイクアウトしてる場合じゃないんですよ。さっさと歯の治療をしないといけないので、えー、ちょっと巻きでいきたいんですよね。まだ時間にね、余裕はあるんですけど、まあ、できることであれば、まあ、どん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 巻いてあげて、動画をたくさんね、まあ、撮ってあげたいんですよ。 で、目の前にはスカちゃんがいっぱいいるわ。3枚か。え、ちょっと待って待って待って。これ大丈夫かこれもスカちゃんか。めんどくさ。後ろから回ってくるムーブってもうないのか警告。存在がですね、なくなった可能性ある。死滅したんかマジで。いや、昔のムーブはもうさ、廃れたようですね。なんか最近さ、ノルテーニに行くムーブですよね、みんなね。あっち側の鉄塔とかで湧いた人たちっていうのは。 で、真ん中きはないと思うので、ええー、まあ、とりあえずいいんですけど、まあ、あ今回ね、SH65 ヘルメットですから、まあ、ああのー、五貫通はね、耐えれるんですよ。ま、あ、五貫通調整2期がかなり多いと思いますので、ええー、まあ、今回六装備をね、しっかり着込んで、まあ、警告やってきたわけです。まあ、いつもだったらね、五装備で、まあ、あ甘えてね、 警告とか、まあ、僕言ってるんですけど、まあ、今回はですね、まあ、甘えとね、えー、妥協を許さない、えー、しっかりと全力で叩き潰しに行こうかなって、まあ、これからはですね、まあ、なるべくね、えー、固いムーブ、えー、そういったものをですね、皆さんにね、見していって、まあ、あの、不合者こんがりとして、名を馳せようかなと、もう全ロスの時代は幕を閉じる。これから始まるのは、不合への第一歩。この200万をですね、元手に、 僕はしっかりと敵をしばき散らかしてね、あの大富豪に登り詰めたいかなって思ってます。はい。もうあの、全ロス社こんがりはいらねえ。もう全ロス社としてのね、名は知れてきたので、まあ、こっからはね、モサプレイヤーとして、まあ、皆さんにね、えー、認知していただけるように、ちょっと頑張っていきたいなとか、思ったりしてるんですが、4番さんがしばかれました。やっぱ時代ノルテーニョか、別荘の時代終わったからな、本当に。マジでいないんだよね、別荘ね。 やっぱノルテーヌなんですよ、もう時代は。まあ、こうやって、移り変わるのがね、警告面白いんですよね。まじでさ、まあ、同じシーズンの中でもね、えー、かなりなんか違ってくるんですよ、警告って。えー、かなりあの、特殊なね、マップになってますので、基本的にはさ、もう最適解ってね、見つかったら、まあ、あの、もうその通りに進んでいくと思うんですけど、警告だけはね、季節性があってさ、なんか、移り変わっていくんだよね。まあ、一周回って戻る時とかもよくあるんですけど、 いやこれがですね、ま、警告を遊ぶ楽しさなのかなとか、思ったり、まあ、思わなかったり、まあ、思ってないんですけど、まあ、とりあえず行きましょうか。怖いな。えー、ま、スニーコガンガンね、ここかましていきます。ただ、まあ、あの、射音がついてしまってるので、敵のスニーコが聞こえないっていう、そこだけですわ。さすがにね、崖上には、ま、いないと思うんですよ、多分。えー、だからま、ここはスニーコできるんですけど、ちょっとこっからですね、 えー、かなり怖くなってくる。怖いぞ、ガンマチ2キが。あー、なんかやってんな。いいぞ、いいぞ、いいぞ。どんどんグレを投げたまえ。3番さん、2番さん。ちょ、僕はスニーコかましながらね、ゆっくりゆっくり行くんで。ちょ、待って、3番さんだいぶ詰めんの早えな。ここでチンパクだけかましてあげて、ちょっと僕もですね、足音出しましょうか。はい、足音解禁です。で、えー、2番さん、3番さんとともに、 えー、こっちにやってきたわけですけれども、いないんかなんだなんだなんだどこだそっち側了解了解。ちょっと2番さんをですね、縦に、ちょっと後ろからですね、後方支援かましてやりましょうか。いないのえ、しまえたのこれ。敵かこれ。誰どこあ、待って待って、アレスカちゃんだもんな。びっくりした。お前は何をやってるんだ、それ。マジで胴体ワンパンに気が怖すぎる。大丈夫かよ、いないかよ。アレスカちゃんだね。 いや、いないっすよ、プレイヤーは。縛いたのか一枚。ちょ、よくわからん、ほんと。ノルテーニョ本体にいないのかちょ、待って、待って、待って。4番さんが、縛かれるだけ縛かれて。え、やっぱこれさ、ノルテーニョでしょえー、とりあえずこのスカちゃん縛きましょうか。ちょ、待って。いや、絶対ノルテーニョにいると思うけど、僕は。確実にこん中いるわ。ちょ、待って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 。 こいつをまずは、縛いた玉か。ちょ、待って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 。もう精度ゴミすぎ。いや、エイムがゴミか。えー、そしてなんかここで芝刈れ一枚入ってますが、これはスカちゃんなんでしょうか。いや、怖いね。えー、こっから役に立ってくるのが、まあ、このスタンなんですよね。えー、とりあえずスタンをね、投げ散らかしていきましょうか。いないね。クリーンん,んで、はい、クイックかますよ。クイックをね、覚えろ、こんがりってね、結構言われたんで、 え、まあ覚えたんですよ。でも僕、覚えたらね、また何か一つをさ、失う羽目になるからな。一つ得たら、何か一つをね、失わないといけない縛りなんで。えー、どうしようかな。ここもさ、投げておくか。クイックさ、わかりづらいんだよね、本当にね。とりあえず、えー、ここは普通に投げます。スターン。えー、これでどんどんクリアリングを取っていきたいんですけど、いないなぁ。開いちゃってるね。えー、マジで。 いや、いや、いや、これはちょっと怖いぞ。大丈夫かよ、ここ。開いてる、開いてる。さあ、ダブバレーだ。えー、びっくりした、びっくりした。どこ行ったえ、ノルテーニョ半や、マジで。ちょっとマジっすか、これ。ちょ、ここ怖いんだけど、大丈夫か。フェイントセイヤだけ入れておいてさ。一応、ここもね、クリアリング取りに行きましょうか。いない。いや、もう一発さここね、スタンかました方がいいのかしら。 怖いよな。ちょ、マジで。いないかあ、大丈夫。え、マジで消えた。敵無事に消える。みんなどこ行ってんのははは小工場、芝ばかれ入ってる。おい、全然さ、僕に情報くれないじゃん、味方。敵見つけたんだったら教えてほしいよね、ほんとに。敵どこって一応聞いておきますが。ちょ、これどうだろうな。答えてくれるかな、3番さん。2番さんをしばいたやつは、しばいたんか。マジでよくわかりません。 マジで今回の警告は一味も二味も違うぞ何かがおかしい味方が全然教えてくれないいや待ってくれちょっと教えてくれないんだったら僕さもう行くけどいいかちょ知らねえよもう小工場あせっかくだったら別荘行った方がいいのかこれいや商工場2機はねどうなったかわかりませんのでとりあえずまあ別荘向かいますか エリートインポスターとかね、だるいんで、ちょっと待って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 。おいおい、待って待って待って。おかしいだろ、これ。はは、いったいったいった。あっプね。お、言ってきやがったな。お前か。はいはいはい。しばきまーす。はい、やりました。雨んじゃねーぞ。そんな低貫通弾でよ。貫かれるわけがねーだろうが、この六層様が、ふざけるな。ははは。謎の銃声入りやがった。んは。 大丈夫かそれ。ちょ、待って。チンパク噛ませてないのマジでまずい。これ僕の味方を縛いたやつですよね。多分ね。えー、ちょっと待ってください。防具がかなり傷ついてしまってます。これまずい。一回ここ回復巻き巻きタイムしてあげて。えー、さらにチンパクもかましておきましょうか。いや、SKS かー。しょっぺーな、これ。五貫通じゃないの、どうせ。いや、六貫持ってこないとね、僕の、あ、SVDS。アップね。 お前マジかよ。危なすぎそれさすがに。いやマジで危機一発だったわ。買い替え来たんって感じですね、本当にね。いやよかったよかった。で、ポケットは SVDS の中、マガジンだ。さあ、うわ、バックパックしょっぺ何も拾ってねえじゃねえか。まあ一応ね、えー、このヘルメットだけ回収して、もう帰りましょうか。もういいや。SVDS 取れたから、まあ、対戦ありがとうございましたってことで、 もういいでしょ。ちょ、謎のね、銃声だけが怖いですが。ちょ、待って、大丈夫かしっかり索敵しようか。うーん、なんか大丈夫そう。まあでも今回さ、遮音ついちゃってるからな。耳での索敵がマジで無理。とりあえず目で索敵するしかないですわ。いなさそうだからね。まあ一回ちょっとあっちのさ、スカちゃんをね、縛きましょうか。ちょっとリベンジで。もうゴミすぎないこれ、精度。大丈夫かよ、これ。ど真ん中撃ってるけど。え、もうちょっと必要なの え、偏差ってことこれ。どうな、あれ待ってあいつさ、しまかれてるのかもしかして。おい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 。その可能性が高すぎる。ちょっと待って。お前誰だよ本当に。んなんだこいつ。もしかしてさ、二王立ちしてるおい、待て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 死んだことに気づいてないマジかえー、仁二立ち2期嘘でしょ何それ 初めて見た。え、立ったまま死んでんだけど。マジっすか。怖おい、もうそれなしだろ、さすがに。撃っちゃうよな。うわー、これ精度がゴミじゃなくてさ、普通にゲームがゴミだった。ただ単に銃声さらすだけですからね。二王立ち2期には気をつけましょう。もう奴らは死んでます。まあ、自分が死んだことにすらね、気づいてないんだろうな。いや、なんか変なところから銃声なってきましたが、 もう帰りましょうか。もう一枚縛いてね。もう帰るのが、まあ、いっちゃんいいんじゃないかなとか思ったり。だって僕もさ、防具ボロボロだもんな。ここでさ、別荘行く理由がありますかいやー、特にないんですけど。まあでも、なんかもうしょっぱいよね。せっかくさ、戦場に入ったんだったらね。もうちょっとまあ、やり合いたいっていうか、まあ、決してですね、えー、わざと全ロスしたいわけじゃなくて、やっぱり一レイド20万は稼がないとさ、 SVDS しばいて5万円でさ、ええーよ、5万円とか言ってもね、ちょ、最近はほんと渋く感じちゃうんで、僕自身が。脳汁出ないんですよ。ちょっと前のね、やっぱ破産してる時の僕だったらさ、まあ5万円もね、えー、かなりありがたかったんですが、ただもう今となってはね、200万円ありますから、やっぱりね、もうちょっと稼ぎたいっていう欲が出てきてしまう。まあこれがですね、人間ですよ、ほんとに。なんかいるかもな。あー、いるな、いるな。おい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 。 いるぞ、これ。ちょ、しばきに来て、これ。ちょ、絶対やるわ。ちょ、待て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 。お前がさ、銃声出したらさ、話違ってくるぞ。ほんとにやめてくれ。いや、バレるかもしんない。てか、ま、あ100%バレている。これ、まずい、まずい。あ、待って、待って、待って、ははは。やばい、やばい、やばい、お前さ、エリート使ったんじゃないの違う。ちょ、とりあえず、えー、残りは半分案件ですので、マガジンリロールタイムだけかましておきましょうか。 えー、ほぼフル案件まで持ってきました。ちょ、待って待って待って。マジアイスえ、ちょ、遠くねえか、それ。待ってくれよ。僕はこっちの方の銃声がさ、気になるんですが。あいつかあいつはなんだ謎。謎のスカちゃん。最近なんかスカちゃんの挙動がおかしいんだよね、本当にね。人臭い動きするからさ、マジでめんどいのよ、ほんと。やめてほしいのよ。 いないんですよ。どこに行っちゃったんでしょうね。謎の重生日きは。ちょ、まあ、ここでですね、沈白タイム、一応挟んでおきましょうか。いやー、小工場にこもってんのかな。まあ、一応エリートインポスターの可能性もあるんで、縛えとおきましょうか。エリートインポスターにはね、一戦も稼がせたくないんで。いないか。まあ、いないんだったら、じゃあちょっとさ、援軍行くか。行くわ。 任せろ。マイナス2。ナイスやってんねえ。あ、またやっちゃった、またやっちゃった。もうマジで紛らわしい、この人。やめてくれよ、ほんとに。このさ、地下にいるね、スカちゃんとさ、相まってね、生きてるようにさ、思っちゃうんだよな、ほんと。ちょ、待って待って待って。あれもしかしてあ、3番さん行っちゃった。マジかよ。おい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 。3番ちゃーん。 縛かれちゃったじゃねえか、三番ちゃんが。そうこうしてる間に。未央立ちにきのせいだぞ、マジで。いやじゃあ行きましょうか。仲間の敵討ちっつうか、マイナス2してくれてるので、これマジででかい。縛けたらさ、一気にね、ワンパ分のブッシュが手に入るっていう。ここ行かなきゃさ、男がスタルっていうか、まあ行くしかないよね、これはね。絶対縛きます。ただ、えー、マジで作敵はザルです。 あの、近距離の策的マジで苦手。ここさすがに大丈夫だと思う。スカちゃんがね、崖上取ってたんで。え、一旦そっち側にね、ロケーションマーキングだけしてあげて。あ、やってるか今。今なんかやってそうですね。ちょ待って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 。あさってんじゃねえのははは。いるじゃん。はい、しばきます。あ、まずいまずいまずい。くっそ弾かれたおい、マジかよそれ。くっそちょっと先に手が出てしまった。まずいぞ。 あめんどいっすね、これね。非常にめんどくさい。ちょ、待ってください。とりあえず、え、どうするかというと、エナジードリンク忘れ、ここで。マジかよ。上からマリコかましてくるか。えー、なんかそんな感じするわ。ちょ、めんどいめんどいめんどい。ちょ、待ってくれ。めーちゃんこめんどくさい。え、どうしよっかな。あっち側から入るのが、まあ、セオリーか。ちょ、こっち側使っていきましょうか。 ちょ待って待って待って。ちょめんどすぎるんで、えーそこにですね、一旦スモークを。ちょ待って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 。マジでわからん。あ、お前誰誰誰誰誰誰お前スカちゃんか。スカポンタンはとりあえずしばいておく。まあでもお腹取れたんでね、あの、かなり有利には変わりませんから、えーしっかりね、内側から外側をしばいていきたいんですが。やばいやばいはははは。びっくりした。 アップねちょ、待ってくれよ。スカちゃんのさいわきがさ、ざるすぎる。いやー、マジか。この間に出られたな。いや、まずい。A1 弾も残りですね、5発ここにね、ぶち込んでさ、で、こっからマガジン外すでしょう。んで、えー、これを取り除いてあげて、で、これをですね、もうこっちに入れたら、もうおしまいですよ。普通にスカちゃんだったのがね、第誤算すぎる。 ちょここでね巻、えー、巻き巻きタイム入りますいやめんどいなこれ非常に。ちやですね。あのご装備に機をなんとかしてしばきたかったんですがなんか逃げられました。いやーくっそだるい。いやあっち行ったなはい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 。いやだいぶ遠くからね銃声が聞こえてきたのでちょっとまあ追うかどうかの判断になりますがいやめんどいっすねこれね。ちょっと待って逃げられるのかいやいるな 待って待って待って,待ってお前マジかよ俺が出た隙にもう一回入るなんてそんなことあるいやーここはねちょっとスタンをですねかましましょうかおりえさあスタンでケアしてあげるでさらに、えー、スモークをねぶんまいてあげましょうかえーからのですねここでオフグレも投下ちょ待ってほんとどこにいるかわかんねえわちょっとそっち側にもオフグレ投げといて いやーどうやって入ってこっかな。めんどくさいですね。さあ、なんか火炎瓶投げてきやがった。いや、もう中にいること確定だな。ここで回復巻き巻きタイムかましておきますか。えー、からのですね、ちょっとね、荷物置きましょう。これ、重い。いや、だるすぎないか、ほんとに。ちょ、待って待って待って。怖い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 。マジ、どこにいるのえ、怖いんだけど。上か下かわからん。マジでわからん。 どこだどこだいやーめんどくさい。ちょ、まじかよ。あれそっちの方からも銃声。やっぱり2枚いるな、これな。いやーまじ、下手に詰めれないんだけど、これ。ちょ、どうしよう。めんどくさすぎる。一回ここで回復巻きましょうか。ここは車線通ってないと思いますので。ちょ、待ってくれ、もう、やだな。ほんとにやなんだけど。そこクリーン。 上かどこ行った敵マジでいないんだけど。ちょ、すんません。いなさすぎる。え、なんで絶対この中いないもんね。外だな。そのカバンさ、あさりに来るんじゃないのここで待っとけばいいか。じゃあ、勝ちました。ガチであのバックなにちょ、本当に何意味がわからないんだけど、怖いです。え、絶対罠じゃないよな。 あれ、中身詰まってないなんて、そういうことある。ここ、フェイント入れよっかな。回復フェイント入れちゃってもいいっすか答えは聞いてない。ああ、来てる来てる来てる絶対しばく、お2枚で来んのかよマジかそれめんどくっさ。おい、待て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 。クソダリーじゃねえか。じゃあそこ飛ばしますわ。おりえいけ、飛べ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 。ましたか。 やっぱ2枚生きてたんだ。だるいね、それね。おい、来い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 。頭出せ、マジで。マジで何をしてんの、本当に。ちょ、頼むからさ、早く1対1で勝負仕掛けてくれよ。おい、これ不毛だぞ、マジで。このままじゃ、マジでさ、全員喪失案件ですよ。やめてください、本当に。頼むから。残り5分。いやー、ちょっとマジかよ。全然攻めてこねえ、敵が。 僕も攻め手にかけるんだもんだって。ここはしっかりと、MK2 を投げていく。は謎すぎる。絶対いるもんな。ちょっと待って。僕のバックさ、取られた可能性ない。大丈夫かガチで。俺のさ、バックとさ、ブツブツ交換する気じゃねえだろうな。まあ、僕のはね、中身ほとんど入ってないんで、取られてもまあ、う満杯って感じですけれども。ちょっと待って。どこほんと、 非常にめんどい。ちょっと待ってくれよ、ほんと。マジかよ。え、残り3分なんだけど。もう帰らないとまずいぞ、いろいろと。ちょ、待ってくれ、待ってくれ。敵消えたかえー、絶対いるんじゃないのあ怖い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 。なんか左指がさ、痙攣し始めた。怖いって。めちゃんこ、今、鳥肌がすんごい。ちょ、待って、いないかいないな。消えたな。 いや、ただ、持ってる可能性も、まあ、なきにしもあらずと言いますか。おい、時間無駄にされただけじゃねえか、ほんと。ふざけるな。え、願意も決め込んでるとかいう、そういう話違うのもう帰ったの引いたのマジで諦めたか、バックパック。なんか諦めたくさいぞ。んじゃ、もらいまーす。はい、チャップマン、フィールドバックパック、ゲットああ、うまいこの中にさ、 いっぱいお宝ね、入ってる可能性もまああるんで、えー、ちょっと後でね、見に行きましょうか。で、僕はですね、えー、ここにバックパックを落としたと思ってたんですが、あれ、僕のさ、バックパックやっぱり取られてないないよなおいおいおい、あの野郎ども、人のバックパック取りやがった。マジかよ。え、こん中何詰まってんのまあ、こっちの方が高いからいいけどさ、あぁあー美味しいね。はい、ありがとうございます。なんか知んないけどね。 えー、バックパック交換が成立してしまいました。対戦、ありがとうございます。あ、はい、SVDS、2本目やってきちゃった。えー、そして、えー、ここでエネルギーもね、回復することができたので、えー、ちょっと待ってくださいね。残り1分50秒。お、さすがにいないだろう。はい、OK です。で、あとは、あ、待って待って待って、まずいえ、300メーターちょ待って、大悟さんあ、やばいやばいやばい。これマジでまずい。ちょ待ってくれあ、やばいぞ、これ。嘘でしょ え、無理じゃんえ、俺ちょっと待って待って待ってみんな帰る場所間違えてたあ、やばい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 。これマジでまずい。え、どうしよう。エナジードリンクないと無理でしょこれ絶対。マジでちょ、ほんとやだってこれだからこんがり劇場とか言われるんだってマジで。えー、ちょっといけないかえっ、ー、と、残り1分10秒あるから。え、ワンチャンいけるよなこれ。え、ちょっと待って、ワンチャンどころかツーちゃん。え、待って待って、もうほんとにさ。 だるいぞ、スカちゃん。本当にやめろ。今はやめろ、マジで。今争ってる場合じゃない。お前たちとは、また後日やり合おう。ちょっと待って。180秒で50秒。あー、まずいこれガチまずい、ガチまずい。やばいやばいやばい。あー、もう無理だいや、無理だろ、これ。え、待って待って。僕50メートル6秒で走れるから、100メートルは12秒。まだいける。いや、待って。いや、無理かもしんない。あ、重い重い重い。おい、もっと早く走れおい、ガンダシロマジで。もう頑張れ マジで頑張れやばいぞあ、あと 70! あと6秒でしょいや、い、いけるかギリいけんじゃない走れこんがり走れちょ、まずい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 。ちょ、マジでまずい。残り5秒。え、4!3!2!1!0! ああもう、マジかよ最悪すぎるもう、マジで 終わったわもう世界一無駄な全ロスです時間も全ロスするし物資も全ロスするしもう本当にやだわもう最悪もうこの死が一番ね答えるこれメンタルブレイクですバーイ